1778年、アッケ氏にエカチェリーナ2世の直所を携えた、シャバリンとアンティーピンが来訪した。パベルセルゲービッチレベデフラスは、18世紀後半のロシア帝国ヤクーツクの商人で、鎖国中の日本と接触した最初のロシア人の一人である。ロシア政府は、日本を開国させるにあたり、正式な施設や軍隊を送るより安くつくという点で、 個人的な商人の活動に期待していた。ラストチキンは日本の商品、またはエゾ地の毛皮の交易により利益を出そうとした。最初の遠征はオホーツク海で船が転覆し完全な失敗に終わった。しかしながら彼はグリゴリー・シェリーホフと共に千島列島における独占交易権を得た。計画は探検隊及びおよそ40人の入植者と共に ウルップ島に向かうというものであった。彼らはウルップ近くに小さな入植地を作り、アイヌ人を説得して日本に案内してもらうことにした。1775年の夏にウルップに到着したものの嵐で船が沈んでしまい、2回目の遠征も失敗した。ラストチキンはそれでも諦めず、3回目の遠征では数隻の予備の船を用意した。1七7八年、 クナシリ島のアイヌの名が月の絵の案内で、ラストチキンの部下のドミトリー・シャバリンとシベリア貴族のイワン・アン・チーピンがアッケ氏に上陸し、遠征隊はマサキハン氏に会うことに成功した。彼らはマサキハン氏に贈り物をして、交易を求めたが、マサキハンではそのような判断はできず、幕府に相談の必要があるため、来年もう一度来るようにと言い渡された。翌年再度訪問したが、 藩主の松前道宏は幕府に、ロシア人来航を告げず、独断で、蝦夷地での交易を拒否した。ラストチキンの贈り物は返却され、貿易を求めるなら、長崎に行くようにと言われたが、長崎はロシアからは遠くて不便なことは明らかであった。ラストチキンは、ウルップに戻り、次の手を考えることにした。2年後、大きな地震による津波が起こり、 ウルップのロシア船は内陸に打ち上げられてしまった。この出来事のため、ラストチキンは日本との交易を諦めた。しかし失敗にもかかわらず、日本を開国させるという試みにおいて、ラストチキンは接触した最初のヨーロッパ人の一人である。ありがとうございます。